スライドはですね、皆さん直接アクセスしていただいていると思いますが、まあ、このようにですね、えっ、ー、と、操作メニューにどういった入力をするかということが、記載されているだけになっています。なので、えっ、ー、と、スライドはいちいち共有することはせずに、えっ、ー、と、このベガの、えー、画面上で皆さんに えー、使い方をご紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、皆さん、あの、このベガにアクセスできているでしょうか。えっ、ー、と、まずですね、えっ、ー、と、スライドで言うと、操作丸1、えー、昨年春の関東地方の画像というのを表示したいと思います。あの、 皆さんが操作する時間ので、後ほど、後ほど取りますので、まずは私が操作するのを見ていただきたいと思います。えっと、まず、この一番のデータセットなんですが、えっと、ランドサットか、えっと、センチネル、このコペルニクスと書いてますか、これがあの、センチネルの衛星のことですで。ランドサットはですね、えっと、二つのデータセットが使えるようになってますが、あの、基本的にはこの、 上の方のデータセットがメインになってますので、えっと、こちらを選んで、通常はこちらを選んでいただければと思います。で、操作1はコペルニクス S2、センチネル衛星を使いますので、これを選択します。で2番は、えっ、ー、と、バンドを指定してくださいということなんですが、実はあの、 二種類ありまして、この2の1というのは、えっ、ー、と、例えば赤なら赤、緑なら緑の、えっ、ー、と、波長体、えー、言い換えるとバンドで取得したデータだけを表示します。で、そのデータというのは白黒、グレースケールになります。で、この2の2の方は、えっ、ー、と、三つのバンドを組み合わせてカラー合成します。やっぱりですね、あの白黒よりもカラーの方が、 やっていて面白いので、今回はすべてカラー合成でハンズオンを行いたいと思いますので、ここに入力しますが、人間の目で見たものと同じような表示を最初は体験していただきたいので、B4、B3、B2 ということで表示、入力します。この時注意していただきたいのは、 あこのベガで入力する際は、すべて、半角英数文字で入力してください。えっ、ー、と、全角で入力しますと、おエラーが出ますので、まあ、必ず、えー、半角で入力すると。で、B4、B3、B2 というのは、えーと、バンド4、バンド3、バンド2の略です。で、順番に、あの、RGB の順番になってますので、バンド4を赤、バンド3を緑。 バンド2を青に割り当てると。そういう意味です。で、この間はハイフンで繋ぎます。そして3番なんですが、えっ、ー、と、表示させる画素値の範囲をここに入力します。で、最小は0で、えー、最大は1万の範囲で、えっ、ー、と、入力するんですけれども、まあ、とりあえずあの、細かい説明は抜きにして、最小は0。 それから最大は2500で入力します。次に、えー、表示させたいデータの観測時期を、これも範囲で指定します。今回は昨年春の関東地方なので、えー、2021年の、えー、4月1日。これ必ず、えー、ゼロを入れて、 えー、月と日,日は2桁で表示してください。で、2021年のこのハイフンでつないでいただいて、6月の、えー、と30日まで。えー、C56 の3ヶ月間のデータを、えー、表示、検索して表示します。で合成方法なんですが、えっ、ー、と、中間値を取ったり、平均値を取ったり、最小最大を取ったり。 という、まあ、これが合成ですね。あとは、あの、指定した範囲の期間の中で、一番新しいもの、一番古いもの、まあ、これは合成しないで、一回の観測で得られたデータを表示することになります。で一度、この最新というのでお見せしたいと思います。で、ここで表示ボタンを押します。 そうすると、ここで今、読み込んでまして、はい、えっと、このように、えー、表示されました。で、あの、ほとんど白ですよね。で、実は、あの、わざとこういう日を選んで、えー、表示させております。衛星データは、あの、特にこの、光学カメラを使った衛星というのは、えー、雲があると、 その雲の下の部分が見えなくなってしまうんですね。で、あの、場所にもよりますけれども、全体的に地球というのはやはり雲に覆われている確率が高くて、このランドサットで、今、まあ、センチネルですね。今センチネルですけど、センチネルとかランドサットで観測をすると、だいたい7割ぐらいが雲というふうに思われています。ですので、雲のない 画像を取得するというのが非常に重要になってくるんですが、えっ、ー、と、そこで今回この合成というのを、これが、えー、と今操作02の方に入るんですが、中間値にします。そして、えっ、ー、と、この雲マスクのところにチェックを入れます。そしてボタンを押すと、ま,あ、また読み込んでますね。 ここにバーが出ていて。はい。えっと、今読み込んでます。えー、っと、この4月から6月までの3ヶ月間で、これ雲のマスクをしてますので、雲の部分を取り除いて、えー、雲がないところを抽出してきて、で、この期間何度か衛星が観測していますので、 その観測してきた値の中間値をとって画像を合成しています。まあ、こういった形で、えー、雲のない地表面の様子の画像を、えー、作ることができますので、ここまで、あの、皆さんにぜひ、あの、ご自分で操作していただいて、えー、表示をトライしていただきたいと思います。あの、雲の 画像はですね、特にあの表示させなくても結構なので、えっ、ー、と、ここの最新合成しないっていうのではなくて、中間値を選んで、えー、雲をマスクして、えー、表示ボタンを押すとお。そういったことをトライしていただきたいと思います。